左サイド、八野から速いクロスを入れてくる、折り返しシュート決まった。今治ボックスに近づいていく、久保のクロスは上がった、中央ヘディング決まった。コイン奪い返してクロス落としたところ、シュートだ。谷口スラスシュート打っていった、田中直樹のシュートが決まった。さあ FC 大阪がチャンスか、繋いできた、もう一度ゴール前、古川抜けてきて谷口シュート決まりました。交代も鍵を握ってきそうです。一人個人技のあるキリ、キリが来る、キリがまだいる、キリのシュートいません。さあ10番のセセが前を向いた、セセのシュート、ミドルシュートを打っていきました。持ち替えた、右足拾って上畑から縦パス、延べが入って長野左足でのシュートでした。さあここも中盤でのルーズボール、FC 大阪陣内に攻め込んで波状攻撃を仕掛ける FC 岐阜です。その逆サイド押し込みましたが、できました。300試合近くに出場した大ベテランです。さあ中央、森川のクロス、中央ヘリングで返す。ここにいるのが村田です。村田と今のマッチアップ、村田のクロス、サイド山本にボールがつながりました。山本から、これはシュートまで、6ゴール目、 FC 大阪同点に追いついています。さあ試合はまだ分かりません。出す、谷口が今ボールを前に出しました。クロスに出した、アラウジョが走る、キープして右足シュート。ホームでサポーターの湧く瞬間というのを作りたい FC 大阪、まず先制することができるんでしょうか。谷口からシンプルに前へ、久保がいる、谷口サイドチェンジ、ここに斉藤、さあ FC 大阪長いボールを使っていきました。島田を走らせる、この島田のスピード、これが胸で谷口のパスが止まったようになりました。ここまで6飛ばして、谷口宇佐穂、三馬、センターバックの谷口です。谷口から